皆様こんにちは、まおです。本日は久しぶりの私のメイクポーチの中身をご紹介していきます。たびたびリクエストをいただいていたんですけど、すごい面倒くさくってなかなか取れずにいたので、前回に比べてだいぶ中身の方が変わっているのでお見せしていきたいと思います。よければ参考にしていただけますと幸いです。それでは早速始めていきます。まず私が使っているポーチがこんな感じで2つ使っています。前はピンアイドルのポーチを使っていたんですけど、ガサガサ選んでメイクするの個人的に好きなので、最近はこの2つを使っています。こちらがベース系ですね。下地とかだったり、あとはパウダー類を入れているポーチになります。サンキューマートで購入したクロミちゃんのポーチになります。今もう売ってないと思うんですけど、私のベースメイク系ってすごくねかさばるものばっかりなんですよ。これがメインなんですけど、メインに入りきらないのでこういうちょっと大きめなポーチに入れてます。これがベース系で、こちらが先ほどもお伝えしたようにメインのポーチとなります。たくさん入れすぎちゃってめっちゃパンパンになってるんですけど、一からお見せしていきたいと思います。そしたらまずはこっちのベース系からお見せしていきます。どうやって見せようかな、持って開けてお見せしていきますね。中身はざっとこんな感じです。結構反射するものが多いのでだいぶ見せづらいんですけど、一つずつ紹介していきます。1点目がこちら、イヴ・サンローランラディアントタッチブラープライマー。ベース系を塗る前に仕込んでいます。塗るとマジでサラサラになって全部綺麗に仕上がるので、これ絶対欠かさず入れてます。ただ瓶なのでめっちゃかさばるんですけど、家に置いとく分には全然使ってますね。これを次がこちら、ジルスチュアートのイルミネーティングセラムプライマーの02番です。バズった時に買ったんですけど、2色買いしてて今はこっち使ってます。全然なくならないからまだ白い方使えてないんですけど、こっちがなくなり次第白い方も使おうかなという感じです。ポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマーも気分で使い分けたりするので全然なくならない。パウダー類の前にスプレーお見せしていきます。クラランスのフィックスメイクアップ、だいぶリピートしてる商品ですね。これ振りかけるだけでマジでよれないです。キープ力といったらもうこのクラランスっていう感じで私は使ってます。パウダーはデパコスだったりプチプラだったりという感じで用途によって分けてます。まずメインで使ってるのがこちら、コスメデコルテのフェイスパウダー00番ですね。めっちゃねいいんだよね。まずパフがでかいことが何より私にとって本当に助かるんですよ。すごいいっぱいついてるんですけど、これをボフボフさせてます。本当に肌が綺麗に見えるのでめっちゃおすすめです。これ容器はバカでかいんですけどね。次、これがですねセザンヌの毛穴レスパウダーのクリア、最近の新作ですかね、話題になってたのを私は購入したんですけど、これエレガンスのパフですね。でこんな感じでですね、白いんですよ。イニスフリーみたいに白くって動画内だとお伝えしづらいんですけど、実はキラキラが入っててめっちゃ綺麗なんですよ。全部のメイクが終わってから全体にブラシで塗ってます。そうするとマジでよれないです。おすすめです。ただ容器がちょっとでかくってダサいので持ち運びには適してないんですけど、その辺に出かけるときはだいたいこれを持っています。お出かけ用のパウダーはエレガンスのパウダーを使っております。01番ですね。めっちゃ使い古せて汚らしいんですけど、これがダントツでパウダーの中で一番お気に入りです。お出かけ中は絶対にこれを持ち歩いてます。全然かさばらないし、何よりよれたところが一瞬で治ったりするので本当に大好きなパウダーです。最後のパウダーがこちらですね、サナ素肌記念日スキンケアパウダーのミニサイズを使っています。ミニの方がですねお試しサイズみたいな感じで出てて気になっていたので購入してみました。お泊まりをすることが多くなってきてすっぴんを晒したくないのでついに買いました。でミニタイプなので楽ですね。紅茶の香りがしてめっちゃいい匂いです。ベージュ味があるやつなので毛穴とかだったりあらゆるものをぼかしてくれる商品でめっちゃおすすめです。これも結局どれがおすすめかわからないんですけど、全体的にこれは私の大好きな一群コスメとなります。もうあとなんか空っぽですね。なんか綿棒書いてたりするんですけど、多分これも使ってる綿棒です。ポーチはちょっとすぐ汚くなってしまうのでなるべく安いポーチを使うようにしてます。こういうのもこうやってもう全部入れることができるのでめちゃくちゃ助かってます。バラバラに入れても割と収まってくれたりするのでこんな感じですね、はい、でちょっとこうやってほぐしつついつもお部屋に置いてるという感じです。はい、これは以上です。次がこちらのメインのポーチになります。これはですねディオールのポーチです。スキンケア用品が入ってたポーチなんですけど、
私は完全にこのポーチを狙って購入いたしました。めっちゃ可愛いんですよ。だいぶね汚れてきちゃっているんですけど、購入した当初はもう少し明るめのピンクだったかな、ちょっと黒くなってきてるんだけど、で、なんて言うんだろう、これ宇宙服っぽい素材なんですよ。ただの布ではなく、なんかディオールらしいちょっと高級感のあるポーチで、めっちゃお気に入りです。開けるとこんな感じです。ちょっと反射するものが多いですね、ごめんなさい。いつもはもっとぐちゃぐちゃでチャックさえ締め切れてない状態です。メイクには欠かせない鏡ですね。これはジルスチャートの手鏡です。これ本当にあらゆる毛穴を見せてくれるので、マジでメイクしやすくてお気に入りです。次、ブラシですね。私は指とかチップよりメイクブラシを使う派なので、絶対に入れてます。使ってるものはダイソーとかエチュードですね。6プラスのものですね。だいたい100均と6プラスメインです。めっちゃ汚いんですけど、このケースは無印良品のメイクブラシポーチみたいなやつです。こうやって開くやつですね。めっちゃ汚い、ごめんなさい。小物類からご紹介します。これがですね、これもめっちゃ汚いんだけど、ダイソーのパフ用の携帯ケースみたいな感じです。開けるとこんな感じでスポンジが入ってます。めっちゃ汚いんだけど、これがね、シーンで購入したパフとシーンで購入したスポンジです。こんな感じでだいぶ汚いね。これをこう入れて使ってます。汚すぎてドン引きしたわ。これに入れるとね、このままポンって入れることができるので、めっちゃおすすめです。そしたらまずアイシャドウからやっていきます。アイシャドウ私すごい多いんですよ。まずこちら、いつも使ってる地雷系女子さんや量産型女子さんに鉄板なアイシャドウです。クリオプロアイパレット01番のシンプリーピンク、お気に入りはこの2つ。あとここですね、ここもなみなみ黒によく使ってたんですけど、最近違うものを使っているのでお好みです。ここは地雷線と二重の線と、あとは涙袋の影の本書きをしています。アイシャドウがもう一つ、これですね、キャンメイクのパーフェクトマルチアイズ01番です。万能な色味なのでめっちゃ重宝してます。メイクは下書きと本書きで分けて使っているんですけど、これは涙袋の下書きで使っています。こことここを混ぜて下書きにしてたりとか、眉毛のパウダー代わりにも使ってたりしています。影がちょっと濃くなったなと思ったらここでぼかすこともできるし、仕事用メイクでシンプルめにしたいなという時はこのアイシャドウを使えばいいっていう感じで、どこにでも使えるのでめっちゃ重宝してます。以前はアイブロウパウダーをジルスチャートにしてたんですけど、これでこと足りるのでしばらくはこれ使っています。はい、アイシャドウはねまだまだあるんだよね。あとこれ、ですね、こちらがサナエクセルスキニーリッチシャドウの SR06 番です。これもですね、一時期全部使ってたんですけど、最近はここしか使ってないです。ここを二重幅に使っています。垂れさせたいなーっていう時はここを目尻の下に使ってたりするんですけど、大体はここ使ってます。めっちゃ可愛くてお気に入りです。アイシャドウまだまだあります。本当にね、アイシャドウが一番多いね。こんなに必要ないだろうっていうぐらいある。そしたらまずこれ、マジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズ BR583 番のテディという色味です。ブルベ夏に適したお色味でおすすめされている商品なんですけど、マジで可愛いのよこれ。本当に可愛い。マジョマジョのアイシャドウってキラキラですごい大好きです。これはですね、二重幅に塗ったりしています。ここかここを気分で使い分けております。マジョマジョのアイシャドウはもう一個あるんですけど、はい、最近お気に入りのアイシャドウとなります。マジョマジョのシャドウカスタマイズの PK321 番です。ひとひらという色味になります。めっちゃ可愛いのよこれ。本当にくすみピンクなんですけど、そこまでくすんでいなくって、この色味だったら使いやすくて使ってますね。次はですね、ラメ系ですかね。まず1点目がこちら、アディクションのザ・アイシャドウマリアージュ。これはですね、黒目の上とあと目頭を中心に塗っています。本当に大好きなんだよねこの色。プレゼントとかにもちょうどいいお値段だし、マリアージュはいろんな方から支持されているので、どの方でも使えるかなと思います。ラメラメがねもう一個あるんですよ。これですね、同じくアディクションのザ・アイシャドウ99番のミス・ユー・モアになります。これはですね、まあ量産型系や地雷系の女の子におすすめですかね。ピンクの大粒ラメとなります。めっちゃ可愛いの、キラキラしてるでしょ。なんかカメラで見てもやばいなこの綺麗さ。めっちゃ綺麗、本当に自分で感動しちゃった。本当におすすめですこれも。次、これ
ですね、キャンメイククリームチークのクリア、涙袋のメインとして使っています。これをアイシャドウ、裏まぶただけに塗って、二重幅をこっちかこっち塗って、でこれを涙袋下全体に塗っています。もうヒアルロン酸入れたようにふっくふくになるので超おすすめです。アイシャドウはこのぐらいですかね。あとグリッターがありました。これですね、最近めっちゃ愛用してる超お気に入りのルーム&リキッドグリッターシャドウ01番、これを使ってます。グリッターどこのやつにしようか悩みに悩んで、結局ルーム&にしてしまったんですけど、涙袋可愛いねって言われることが増えました。超おすすめ、持ち運びでも持っていけるサイズなのでよく持って行ったりしています。次、そしたらハイライト系からお見せしていきます。まず一番よく使ってるマックのハイライト、ミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードというものになります。自然なツヤを見せてくれるハイライトでめちゃめちゃ重宝しています。買った当初からまだ購入してないんですけど、だいぶ使っても全然減ってないです。めっちゃ入ってる、本当におすすめです。一つ一つでこのマーブル加減が違うので、もう自分だけのハイライトという感じがして超お気に入りです。だいたいこれを使ってるかな。次がこちら、ちょっとキラキラさせたいときはこのハイライトを使ってます。読めないんですけど、まあ、このクリオのハイライトになります。01番ですね。こんな感じのキラキラのハイライトです。気分を上げたいときとかによく塗りたくってます。本当に可愛い色味でめっちゃおすすめです。これも次は定番中の定番なんですけど、これですね、セザンヌパールグローハイライト01番、シャンパンベージュ。まあ、これ説明 しなくても分かるだろうというくらい多分みんな使っていると思うんですけど、ダントツでギラギラ発色されます。一歩間違えるとマジでやばいことになるんですけど、コスパはいいのかな分かんないんですけど、涙袋のハイライトとしても私は使っています。あと最近よく使ってるこれ、セザンヌのパールグローハイライト04番のシャルピンクですね。ピンク系のハイライトを持ってるようで持っていなかったので、めっちゃ可愛くて好きです。これ控えめなハイライトという感じがして、ギラギラしすぎて使いにくいなという方はぜひ04番使ってみてください。すごい可愛いです。血色も良くなる、ピンクだから。もう一個あるんですけど、これですね、キスメイクリタッチパレットの01番ライトを使っています。これはですね、保湿バーム、コンシーラー、ハイライトという感じでお直し用で持っていってます。全部優秀でめちゃくちゃお気に入りです。コンシーラーがあるということで、コンシーラーも紹介していきます。メインで使っているのがこちらですね、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの 0N 版です。 0N 版でもちょっと暗いんですけど、これは大好きで使ってます。ファンデーション代わりにもなるのですごいね、結構使うんでる、なくなったらまた購入しようかなと思っているコスメですね。超お気に入りです。ちょっとしたお出かけの時はこのザ・セムのチップコンシーラー01番使ってます。これもねすごいカバーされるんですけど、時間が経つとよれた時すごいパサパサになっちゃって、お肌的にあれなので、まあ、ちょっとしたお出かけに使っています。ハイライトとコンシーラーは以上です。シェーディングはこちらの一択ですね、セザンヌのナチュラルマットシェーディング02番、クールトーンを使っています。ブルベ用のシェーディングなんですけど、以前はキャンメイクを使っていました。筆がすごい使いにくくって専用の筆を使っていたんですけど、このセザンヌの筆がマジで使いやすいんですよ。こっちとこっちでね2通りの筆のタイプがあって、この筆でこと足りるくらいにはマジで使いやすいです。色味的にキャンメイクの方が好きです。もう筆優先にしたいのでこっち使ってるという感じです。これはねなくなったらまたリピートしたいと思います。次チークです。まずキャンメイクグローフルールチークス E の14番、落ち着いたローズピンクみたいな色味で可愛い。なんかね、まあ、ちょっと大人っぽいメイクしたいなという時、オフィス系のメイクだったりはこっち使っています。本当に落ち着いた色味なのですごい使いやすいです。可愛いしね、パッケージもね変わって大人しめになったので持ち運びしやすいです。でもう一個最近購入してすごいお気に入りのキャンメイクグローフルールチークス E の16番ですね。これはもうザ・ブルベカラーみたいな色味でめっちゃ可愛い。こんな感じの、ここね青ラメがあるんですよ。めちゃくちゃ可愛いのこれが。だからこれを最近はお出かけとかだったりいろんなところで使ってたりします。青み系のものはこのキャンメイクがジルスチュアートのチーク01番使っています。ジルの方はお出かけで使っていたので今ないんですけど、いつもはポーチに入っています。チークも以上ですかね。そしたら次がリップ系をご紹介します。まずジルスチュアートのリップブロッサム46番です。これはねすごいお気に入りなプラム系のリップです。本当に可愛い。
ジルのリップはパケが可愛いし、1本で保湿されるのでめちゃくちゃ重宝してます。こんな感じで鏡もついてたりするので、すごい持ち運びにも適してて可愛いです。これ1本だとマスクとかにちょっとくっついちゃってすぐ取れてしまうので、それが嫌でいろいろ悩んでたんですけど、最近購入したこれがすごい良かったです。ロム&のジューシーラスティングティント17番のプラムコークですね。これを最近は愛用しています。ロム&はフィグフィグのみ所持していたんですけど、なんで今まで買わなかったんだろうっていう色味でめっちゃお気に入りです。最近はこっちよりこれを使うことが多いです。全然取れない、塗り直ししやすいしね。リップサイドですね、これもロム&のなんだこれ、読めないな。ロム&の G ウォーターグロス、まあ、読めないんですけど00番を使っています。これがですね、なんかスースーするんですよ。1000円いくらで購入はできるんですけど、キラキラするしスースーするしっていう感じで超お気に入りです。これもまたリピートすると思います。青ラメが可愛いので組み合わせて使ってたりしています。あとはですね、こういう眉のキスミーヘビーローテンションカラーリングアイブロウ03番のアッシュブラ、パッケージがポムポムプリンだったんですよ。めっちゃ可愛くて買ったんだけど、いつの間にかハゲてるね、いなくなっちゃってるんですけど、明るめのものを使ってます。あとは棒状のものが多いので一気にご紹介します。キャンメイククリーミータッチライナー04番バーガンディ系の色味です。目頭切開と地雷ライン、あとはお直しで持ってたりしています。これも同じくクリーミータッチライナーの02番地雷線を引くときに使っています。スザンヌ極細アイライナー EX の00ブラウンブラック、以前は普通のものを使っていたんですけど廃盤になってしまったので EX に変えました。ちょっと塗りにくいんですけど、基本的なアイライナーと下まつげを生やすときに使っています。スザンヌの角二重アイライナー20番影用グレージュ、これも二重幅の線と、あとは涙袋に使ってたりしています。眉は変わらずずっとこちら使ってます。ユアグラムスリムスケッチアイブロウペンシルの PR3 番です。これもねすごく使いやすいブラウンのもので、細いので描きやすいです。私結構細眉にするのが大好きなのでこれを使ってます。あとはユアグラムのものなんですけど、まつげのこういうやつですね、まつエクしてるのでこれで整えてます。これもマツエクしてるので整えるために持ってる、チャスティのものですね。まあ、マスカラしてるこれもこれで綺麗にできるってやつなんですけど、これも入れてます。ジルのチークブラシですね、いろんなのに使ってます。で、なんかいろいろ入ってるんですけど、こういう前髪クリップ、あとはこっちのタイプとかもあります。こういうクリップとかも結構入れてますね。はい、最後になるんですけど、これですね、二重幅がバゲってる時に使うように入れてるダイソンの二重テープ、スリムタイプかな。あんまり使うことないんですけど、アニメ見てボロ泣きすることが多いので、それで目が腫れてしまった時用に入れてます。こんな感じですね、ちょっと入れていきたいと思います。でしたでしょうか。こんな感じで私のメイクポーチの中身をご紹介させていただきました。少しでも参考になれば嬉しいかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。近々毎日メイク投稿できたらいいなと思っております。また次の動画でお会いしましょう。マオでした。